おはようございます。アラスの時代記者の日記です。本日は全日本大学駅伝関東予選会の動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ですね、ちょっとこれ緊急で動画を撮っているような形になりまして、というのがですね、そういえば全日本の大学駅伝予選会明日じゃんっていうのを思い出して緊急で動画を撮っております。で、僕のね、チャンネル登録見てくださってる方はご存知かなと思うんですけど、僕は祇園スタジアム、相模原の祇園スタジアムで練習することが非常に多くて、今回、この予選会の会場も祇園スタジアムということで、天気がよくて、まあ家庭のね、事情的にも問題なければ、現地観戦に行ってね、ちょっと観戦楽しみたいかなっていうふうに思ってるんで、ちょっとそのあたりも含めてね、どんな展開になるか、どの大学が予選、突破できるかみたいなのをね、動画として撮っていけたらなというふうに思ってます。結構ね、雑談多めの動画になるかなというふうに思うんですが、ぜひ最後までお付き合いください。はい。で、まあ、名前の通りであるんですけど、どんな大会かっていうと、全日本大学駅伝に出場する大学を、決める予選会になってます。で、予選会に出るのにも一応1万メートルの参加標準の記録があって、全4組、2名ずつ走って合計8名の1万メートルの合計タイムで、競い合いますと。なので、駆け引きも一応若干あるとか、途中で大逃げをしてチームのために、タイムを稼ぐみたいなランナーも取引できたりっていう、そんな展開になってます。で、一応ですね、陸連といいますか、学生連盟の方から、タイム順に、早い選手を4組目に置いて3組目、2組目、1組目に配置してくださいねみたいなことを、通知は出てるんですけれども、このね組の、エントリー配置からもちょっとね、心理戦駆け引きが始まってるからと個人的に思ってるので、そのあたりもね、ぜひ楽しめたらなというふうに思っています。現時点ではエントリーメンバーだけが発表されていて、誰が1組目、2組目に走るかっていう、まあ当日の体調不良とか、怪我とかもあると思うんで、できないと思うんですけど、っていうような感じになってますと。そんな感じでございます。はい。で、まずここにですね、僕のというか、今回の全日本大学駅伝の関東予選会に出場する大学を20個番と名前出しておきます。はい。まあ、そのいわゆるね、箱根駅伝、常連校の大学がバーッと続いていて、本当にね、実力のある大学も非常に多いかなっていうふうに思っておりますと。はい。で、この中で、今回、全日本の、本戦に出場している村が上位7校なので、この中から突破するであろう7校をね、個人的にピックアップしてお話ししていければなというふうに思います。ぜひね、皆さんの意見とか、コメント、この大学注目するのを忘れてるとか、さすがにその順位はないんじゃないとかっていうのをね、ちょっとお話しできればなというふうに思ってます。ちょっとね、今回新しい形式として、7位まで、1位はここ、2位、3位当てていくっていうよりは、7位まで入る、7連複みたいな競馬で言うと、感じで予想していきたいと思います。なので、まあ、特に順位には意味はないんですけれども、まあ、この順番、この大学ができるかなっていうのを、7もこう発表していきたいと思います。はい。で、まずですね、前段長くなったんですが、まず1組目。はい。東海大学です。はい。でも東海大学さんに関しては、まあ、今回ね、持ちタイムもトップっていうところと、まあね、もう名前のある選手が非常に多いっていうところなので、まあ、そこまでね、大きく崩れることはないのかなっていうふうに思っております。まあ、鈴木選手、竹原選手、梶原選手、引き戸選手。ってところが、まあね、関東インカレも調子良かったですし、いるので、まあそこまで崩れることはないかなっていうふうに思っていて、まあ唯一ね、ちょっと気になっているポイントかなっていうところは、花岡選手が、翌週にある5000メートルの、日本選手権に、一応今現時点で名前がエントリーされてるので、そこがね、もしかしたら、全日本の予選会を回避して、日本選手権に出場するとなると、ちょっとね、戦力的にはダウンするかなと思うんですが、それでもね、7位には固く入ってくるかなっていうふうに思っています。はい。ちょっとね、こんな感じで各大学説明していくので、さらっといければなというふうに思ってます。はい。で、続いて2校目。まあ、この大学も突破するだろうっていうところで、東洋大学です。はい。こちらもね、結構理由としては、東海大学さんと一緒でも、タレント揃ってますよね。石田選手も復活しました。梅崎選手もカンカレすごい良かったです。で、松井選手、1年生、カンカレすごい良かったですよね。1万メートル、5000メートル5位で13分51秒。なので、まあ、このあたりもね、もう問題ないから、西村選手も感覚入賞してますし、トラック強い選手、まあ、ロード、まあ、その、悪天候に強いとか、結構こうタフなコンディションでも強い選手揃ってるので、まあね、東洋大学も問題なく抜けるかなっていうふうに思っております。はい。そして続いて、3校目突破するのは、僕は順天堂大学かなというふうに思っております。まあ、ちょっとね、
ベストメンバーなのかなみたいなところはちょっと私の勉強不足であれなんですけど、そう思ってはいるんですけれども、吉岡選手だったりとか、まあ、名前、有力選手かなり揃っているっていうところと、まあ、1年生川原選手、田上選手で、まあ、吉岡選手、まあ、ちょっとね、感覚あんまり微妙だったのでどうかなっていうところあるんですけれども、まあ、持ちタイムに含めたらね、問題なく突破するかなっていうふうに思っていて、浅井選手、あとは永原選手、まあ、永原選手ちょっと状態わからないんですけど、スーパールーキー佐久長聖高校がエントリーされてないんですが、まあね、それでも、まあ、そこを変な考え方は使わなくても出場できる、あの突破できるぐらいの戦力が揃っているのかなっていうふうに思ってます。はい、田上選手もね、インカレ入賞してますからね、はい、非常に楽しみな戦力となってるかなと思います。はい、で続いて4校目が、早稲田大学です。はい、こちらもどちらかというと東海大学、東洋大学さんと同じような理由にはなるんですけれども、もうね選手揃ってます。なんでこの予選会にいるんだっていうくらいの、あのメンバー揃ってるかなっていうふうに思ってます。カンカレ、日本選手権、1万メートルで出た山口選手とか、カンカレで結果残されてる選手がめちゃくちゃいるので、まあね、変な話、一人くらいブレーキしたとしても問題ないかなって思いますし、各組のね、その、まあ、負ける、大きく負け越してしまうっていうのが、まあ、なかなか想定しづらいメンバーかなっていうふうに思ってます。ざっと名前出しても、石塚選手、井福選手、伊藤選手、増田選手、山口選手、この時点で6名、もうね、絶対上位で帰ってくるだろうって、いう選手が揃ってるので、まあ、そうなってくると、まあ、7位、ここまで進める予選会では問題なく突破できるかなっていうふうに思ってます。はい、もうタレント揃いの早稲田大学さんでした。はい、5位です。5番目ですね、明治大学です。こちらもね、東海大学とか、東洋大学とかどちらかというと近い理由かなというふうに思っていて、まあ、綾選手、森下選手、名前ある選手いらっしゃいますし、カンカレで9番に入った東原選手っていう、こう新戦力も出てきているので、まあ、このあたりがね、あとカンカレ 5000m1 年生の成谷選手もエントリーされているので、結構新戦力順調にあるんじゃないかなというふうに思っています。もともとね、箱根もそこまでっていうところであったので、しっかり入ってくるかなって思ってます。ちょっと情報薄いんですけど、はい、5位明治大学です。そして、はい、6位、ここがですね、ちょっと6、7位くらいが悩んでくるんですけど、僕はですね、法政大学抜けるかなっていうふうに思っております。まあ、清水選手、武田選手、カンカレで28分台1万メートル走っていて、まあ、武田選手はね、もうエース、おそらく4区に来るかなっていうふうに思っていて、さらにね、トラックで強い宮岡選手がいらっしゃるので、まあ、そこまで、こう、この後、名前読み上げてない大学に比べると、やっぱりね、エース力、トラック強い力っていうところで、抜け切るのかなっていうふうに思っております。まあ、ちょっとね、もしかしたら、まあ、6番目に名前挙げてるはいるんですけれども、7番目とかにはなるかもしれないんですけど、まあね、問題なくここは抜けるかなというふうに思っておりますと。はい。そして最後、7番目の大学としては、僕がこの大学、日本大学抜けるかなというふうに思ってます。まあ、ここね、やっぱりこう、調子いいですよね、箱根から。で、おそらく最終組にキップケメイ選手が入ってくると。で、こうなってくると、まあ、外国人留学生選手かなり強力なので、4組目まででかなりまくれる可能性がありますと。で、カンカレ1万メートルで良かった安藤選手もおそらく4組目。で、ここで、まあ、4組目である程度計算が立つっていうことになってくると、まあね、その分、最終組で、余裕があれば1組目3組目の選手も余裕を持って伸び伸び走れるので、結果的にね全体のタイムとしては大きく伸びるので、7位日本大学が最後入ってくるから、まあ、合計タイムならね入ってくるからっていう、そんな感じの予想です。はい、ちょっとね動画的にギュッとねできればと思ったので短めの回説明になったんですけれども、はい、って感じです。で、まあね、駿河大学、他に対、立教大学とかが当落線上になってくるのかなって思うんですけれども、まあやはりね、駿河大学さんに関しては、東瀬選手が、おそらく日本選手権エントリー済みなので、そちらに出場するのかなっていうふうに思っているのと、で、駿河大学さんそうなってくると、ちょっと戦力的には厳しそう。で、日体大と立教大学さんも、やっぱり外国人留学生がね、いらっしゃらない分、ちょっとね、先ほど申し上げた大学さんと比べるとちょっと苦しいのかなっていうところで、山梨学院大学さんのところね上がってくる可能性結構あるかなっていう、そんな感じでございます。はい、ちょっとねバーッと緊急で動画撮ってるのですごい浅い動画の説明になってしまったかもしれないんですけど、ぜひね皆さんの、最後にね僕の、抜けるであろう7個の大学バンド出しておきます。はい、ドン。ぜひね、皆さんのこの大学抜けるんじゃないかなと、そうだったりとか、注目してる選手、ぜひね、コメント欄で、
教えていただければと思います。はい、最後に、東京大学で前田和馬選手の名前なかったのが結構気になってるんですよね。そこがあると結構、東京農業大学サプライズあるかなと思ったんですけれども、ちょっとどうなってくるのか、そのあたりも注目したいと思います。はい、もしね、ぜひ現地行かれる方いたら楽しみましょうということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。では。